こんにちは、シエルです。今日は珍しく昼間からフラディッシュの練習をしています。昨日ですね、新幹線に乗ってシエルさんに弟子入りさせてくださいという女の子がね、会いに来てくれたんですよ。それもあって、ちょっとこう若い子から刺激を受けまして、ちょっと珍しく気合を入れて練習をしているわけなんですけれども、でまあちょっと動画を回しつつなんですが、まあ、わざわざ新幹線に乗って、まあ、時間とお金をかけてね来てくれてすごく嬉しくて、でまあそのね女の子にいろいろ話を聞いたところ、まあ、マジシャンになりたいということだったので、一緒に頑張り合える仲間みたいな感じで、まあ、いろいろお仕事をお願いしたりとか、まあ、一緒に練習したりとか、まあ、いろんな形でね頑張っていきたいななんて、そんなこと思ったんですけど、あの新幹線乗って会いに来てくれるっていうことが本当初めてのことだったので、なんか若干ドッキリかななんて思うぐらい、本当にそんな子いるのかなって、まあ、ぶっちゃけ本当に来るのかそわそわしながら待ち合わせ場所に行ったらちゃんと来てくれて、そうで、まあいろいろお話をさせてもらって、彼女の思いもいろいろ聞いて、であとはまあやっぱりマジックをね勉強したいということだったので、まあ、簡単なマジックから、まあ、学んでいきましょうということで、いくつかねマジックも教えたんだけど、本当ねトランプ自体も触ったことないみたいな感じだったんで、トランプって最初ビニールでこう覆われてるじゃないですか。それすらなんか、シエさんどうしたらいいですか、開けませんみたいな感じでずっとなんか手こずってて、貸してみなよっつってこう開けてみたいな感じで、でその後この箱とかだとないんだけど、シール貼ってあるじゃないですか。開けませんみたいな、どうしたらみたいな、シールベリベリみたいな感じで、おお、すごいパワフルな子だなとか思いつつ、ちょっと彼女がすごい個人的に可愛かったんで言ってるんですけど、でその後にねトランプこう箱から出すじゃないですか。すごいガッチリ掴んでるから、出ませんみたいな、トランプが出ませんみたいな感じですごい慌ててて、ゲッて持っちゃダメだよみたいな、なんかそんなところから始まって、で内容的には輪ゴムのマジックと、あとカードの簡単なマジックを2つほどと、まあ、あとカードの基礎と、あと1つ、まあ、私の方でよく営業でやるネタがあったんで、それをお教えして、あのマジシャンイコールかっこいいみたいなイメージがあるみたいで、だからそのなんかカードさばきみたいなところにも憧れがあるみたいな話をしてて、でまあ私ちょっと最近フラリッシュやってるから、でその動画を見てくれたりとかしてて、一応なんかこのワームの練習をちょこっとだけ、ちょっと私が教えられるレベルじゃないんだけど、そうのもうちょこっとやったりとかして、そうで、それをすごい楽しそうにやってて、で今日まあ1日経って連絡があって、早速友達に見せてみましたみたいな感じで、すごいなんか楽しそうにしてて、で私の方からもやっぱりマジック練習するのもそうだけど、なんか誰かに見てもらうとより楽しさも増すし、あと自分に自信もついたりするので、あの練習してできるんだったら誰かに見せてみてねみたいなこと言ったら、もう早速翌日なんかもう実演してたみたいなので、すごい嬉しいなと思いつつ、こう私も頑張んなきゃと思って、そうそう、だからなんかこう教える側になるとすごい学ぶことも多いなっていう風な感じで、そうなんかすごい昨日はいろんなパワーをもらって帰ってきたんですけど、彼女が来る前に師匠に一回相談してて、師匠から見て気をつけることって何ですかねみたいな話をしたら、なんかやっぱり相手のペースに合わせてあげることだよっていうことを言ってて、自分も悩んでいたこととか、自分もこう乗り越えた壁の乗り越え方じゃないけど、そういうところはまあ教えてあげることはできるかななんて思いつつ、ああやっぱりねマジシャンって言ったらなりたいマジシャンの像が違うと思うので、そこはやっぱりその子に合わせていきたいなと思ったんで、そうだから昨日は話をしながらいろいろ探り探りだったんだけど、でもやっぱりねマジックをね覚えてる時が一番こうなんかすごい楽しそうにしてたので、やっぱりあれやっぱマジックがやりたいんだなって思いつつ、早速ね昨日の今日でももうガンガンやってるみたいなのでそれは良かったなと思う。ある程度練習したらやっぱりね現場立った方が一番学びになるで、私も師匠から教わってたし、私もそう感じているから、やっぱ現場に立てる機会を早く作ってみたいななんて思ってて、まあもちろんマジシャンとして立つっていうよりは、まあ、最初はアシスタントでも、例えば横舞台袖から見てるでも、そのなんだろうな、現場に行くことがすごい学びにもなると思うから、そういう機会を作れたらななんて思ってる中で、たまたま昨日彼女のその住んでいる方面から依頼が来て、12月なんですけど、であこれは彼女に行ってもらいたいなって
って思いつつも、でもやっぱりまだスタートしたばっかりだから、まあ、すぐに一人でまあ軸上させてもらうにはちょっとやっぱまだまだ早いから、やっぱまあ私が行くかなって感じになったんだけど、まあ、私の場合自分のマジックショーを売りつつもいろんな現場にマジシャンを手配してお願いしているので、パフォーマンスできるようになったらお仕事とかもねガンガンお願いしたいなと思ってるから、そういう意味ではなんかすごくワクワクというか、うん、マジシャンになりたい子が増えたらいいなってずっと思ってきてって、まあ、私自身が結構マジックやってすごく人生変わって、なんかマジックの仕事って仕事っぽくないというか本当にすごい楽しくて、マジックのおかげですごいこう自分に自信を持たせてもらえるというか、私はマジックに救われてきたりとかしてるので、マジシャンになりたいってこう夢を持った人たちが増えるといいななんて思います。はい、というわけで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価させてチャンネル登録よろしくお願いします。